はじめまして、おはようございます。ふめいです。さあ始めていきましょう。クレア編でしたっけか。これから、あ、そうそう、バルブハンドルを取りに来たところでしたっけか。そうですね。インクリボン預けの、とりあえずはハンドガンでいっか。じゃあ行きましょう。もう前回は本当ね、無駄足踏んじゃいましたからね。あれ、取りに来たのってバルブハンドルだっけ。まあいいや。違うな。インクリボンか。向こうのタイプライターのところにインクリボンが置いてあるものと踏んで、インクリボンを置いていっちゃったんですね。そうだった。本当ならば、あっちにインクリボンがあれば、そっちでインクリボンを拾いつつの、そこでセーブをして、終了としたかったところを、なんかインクリボン置いてなかったのでね。あっちにまた戻って、こう、インクリボンを引っ張り出してセーブしたみたいな、そんな形になりますね。というわけで戻ってまいりました。で、ここの葉っぱを拾っていく。で、ここにバルブハンドルを使っていく。で、ガッシャーンと。さあ進んでいきましょう。もう表辺でね、パーンしておけばね、ここのワニさんもね、裏辺には出てこないですしね。これね、一応レオン編の時にも確か調べましたよね。調べられないんだっけ。待って、高圧ボンベが設置されている。非常時のみ赤いランプが点灯し、危険防止のためボンベの取り外しが可能になります。まあ、火は自分で消せってことですね。こっちなんだっけ？こっちは何もないんだっけ？さあ行きましょう。シェリーさんと合流。もうあのワニさん、あんな浅いところからどうやって出てきたんだっていう話なんですけど。どこに潜む？あらららちょっと待って。どこに潜んでたんですかね、あのワニさん。はい、カコーン。おいでー。シャキン。はい、オッケー。はい、では行きましょう。ワニさんの頭部破壊で、緊急事態でここ閉まっちゃったので、スイッチを押して開放。さあ開けていきましょう。シェリーと合流で、シェリーさんが持って、いや持ってないな、確か落ちた時に一緒にメダルも落としてたんだな。 あるある、左側に見える。さあ起きて。あ、なんか行きましたね。なんか出て行きましたね。お腹痛い。大丈夫、すぐ良くなるわ。さあ行きましょう。そんな適当なこと言っちゃってね。街中のゴミが集められているようだ。ゴミに興味はないです。そっち。狼のメダルが欲しいです。あ、待てよ、これ。アイテムいっぱい？うん、どうしよっかな。緑の葉っぱ、拾うべきじゃなかったのか、これもしかして。こっちなんかある？こっちは何もない？なん
て、シェリーさん、君、ついてこなくなるとめんどくさいから、適当にね、ついてきてね。下水管理人の日報、ここら辺はまあ、読みましたよね。何度もここ来てますしね。どうしようかな。使います。もういちいち行ったり来たりめんどくさいですからね。グリーンハーブ1個のためにね。このまま行ってしまいましょう。お、ちょっとどうせ座るんだったらもう行きの時にここら辺で座っててくれれば帰りスムーズだったのに。さて上の換気扇を止めましょう。あの右上のやつね。このプロペラを止めることであそこが通れるようになると、そんな感じの流れで、女性操作時のみに襲ってくると有名なゴキブリさんね。あ、今回はいないんだっけ。レオン操作時の時には、え、またレオン操作時の時には出てこないんですよね、確かね。また こんな短い通路で座り込むんじゃありません。さて、ここがゾンビに切り替わってるんでしたっけ。ですね。さっさと行っちゃいましょう、シェリーさん。まあ、シェリーさんはね、例によって例のごとく高さが違ってつかめないのでね、安心して放置できます。別にシェリーさん毒状態になったところでね、私には関係ないですしね。はいはい、これで滝が止まりの、はい、行きましょう。さて次なんだっけ。クレア編だと特に何もないんだっけ。レオン編の時は確か G に襲われるんですよね。あの腕だけひょっこり出してくる G ね。第2形態だっけ、第3だっけ。で、まずこっち。カチッとな。電源を入れて乗り込む。さあ、新たなる地へ。はい、到着。で、まあ例によって例のごとくここら辺にね、武器ボックスの鍵を置いてありますのでね、場所さえ分かってしまえばもう本当に不要ですからね、ライターね。さて、でどうしようかな。ここら辺でもうクロスボウ使っていこうかな。クロスボウなんてそんなに使う機会ないですしね。お、強い。死んだ。18発が最大か。ちょっと待って。来てる？あ、そっちか。じゃあいいや。ここになんか、スパークショットか。枠が2つ足りないな。おっと、近っ。危な。スパークショット欲しいな、せっかくなので。いや、強くはないんですけどね。せっかくなので、もらえるものはもらっておきたいな、みたいな。そういう貧乏性な感じで。もらっていきたいな。あれ、奥だっけ。奥か。こんなん本当強いな。さて、あ、死んでないな。まあそんなにボウガン使わないのでね、
強いとはいえね、ガンガン使っちゃっていいです。なに、耐えおったわ。あ、また足りない、足りないな。どっちにしろまた来る必要ありか。はい、お待たせ、おいで。で、確かここまで来るとシェリーをここに放置することができたはず。確か。どうだ？あ、まだか。まあ、とりあえずアイテム整理しましょう。バルブハンドルはもういらない。お役御免。で、武器ボックスの鍵もまだはいいかな。で、一旦武器もしまっちゃいましょう。アイテム取ってこよう。いや、全部しまわなくてもいいのか。いや、そんなに拾うものないのか。いや、部屋内のものは拾おう、とりあえず。インクリボン。タイプライター。で、ここに救急スプレー。これは忘れちゃいけない。あ、これ取るんだったら、救急スプレー預けてもよかったな。ここはあとグレネード弾ぐらいかな。これか。で、これをここだ。これも預けちゃっていいですね。あ、グリーンハーブ3つか。あ、じゃあ向こうにある1個と組み合わせますか。で、多分この扉調べたらシェリー置いてけるんじゃ。表辺だと置いてけないんだっけ、シェリー。ダメなのか。じゃあシェリー連れた状態であっち行くしかないのか。なるほどね。そっか、裏辺か、置いていけるのは。そうだよな。表辺、あれ、勝手に置いてかれてる。あ、なんだ。じゃあいいや。じゃあいいや。で、まあ、今のうちに弾も込めておいて、前回アイテムも取って、しかしスパークショットな、電気苦手な敵とかっていたっけ、今作。ちょっと覚えてない。まあ、電気とか氷とかそういう系の属性はバイオハザードシリーズでは珍しいですね。このいかにもうつ伏せゾンビっぽい、これはただの死体っていうね。まあ、日本版だと自動照準で確認ができますが、海外版だとね、自動照準がないのでね、確認ができないっていうね。この自動照準、構えた瞬間に敵の方を向くってやつ。海外は基本的に日本のものよりも難易度が高いので、敵の強さ自体もね、強いんですけど、敵が硬いって言いますか。なんですけども、まあ、でもスパークショットがあるから、棒ガンを置いていこう。で、スパークショットを使い切っちゃおう。これでいいや。ボス戦あったっけかな。まあ、あったとしても問題はないでしょう。ないかな、どうだろう。いや、スパークショットあるしな。ハンドガンも弾これだけあれば十分か。これは取っていこう。一応取っていこう。でも心配になってきた。セーブしないとやっぱり不安になりますよね。うん、やっぱり持っていこう。一応グレネードランチャー、硫酸弾セット。硫酸弾か。どうしよっかな。火炎弾の方が多いな。
硫酸弾使うよな。違う違う、これでいきましょう。で最悪グレネード弾を使うみたいな。いや一応アイテム欄1個ぐらいは開けとくか。今スパークショットね、これクレア裏辺でも確かね、実験動物撃退用高圧電柱ん高圧ん実験動物撃退用高電圧銃スパークショット弾を使用する対実験動物用に開発された。射程は3メートルほどまでだ。なるほど。うん、これをね、弾補充できないものはバンバン使っていきましょう。弾をバンバン使ってく。弾をバンバン、待てよ、ここはどうせ置いていったところでイベントだし大丈夫か。あ、中にあるんだっけ鍵。じゃあシェリー置いてっちゃダメか。確か中にあって、それを持って戻ってくるみたいな。あ、弾薬なんか置いてあった気がする。あった、火炎弾か。火炎弾ならよかった、今持ってる。そしてやっぱりアイテム欄1個開けといてよかった。もうここら辺のこと完全に忘れてましたかね。これも調べましたよね。コントロールパネルは動かすための鍵 D。 D はダウン、ダウンキー。さあ行ってみましょうか。シェリーさん、そこら辺に置いてきちゃいましょうか。てっててーてっててーてっててー。位置について、よーいじゃあね、バイ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 シェリー、じゃあねバイバイ。私は旅立とうと思います。じゃあねー。はい、さらばシェリー。おお、瞬間移動してきた。なるほど、そうなるのね。へえ、これは面白い。というわけでね、もう多分3度目くらいになるね。じゃあくらいにはなるけれども、一応こっちの時間軸としては初めての。クレア、お腹が痛いよ。シェリー、しっかり、すごい熱だわ。急がないとこのままじゃ来たな。調べることもできないのか。ん？気を失っている。調べることはできる。さあ行ってみましょう。倒すまで中には入れない。 Let's go。 スパークショットのサビにしてくれよ。来ましたね。第2形態突入。第1形態はね、裏でね、レオンさんがね、あ、隙がでかい、隙だいぶでかい。ちょっと待って、だいぶ隙がでかいぞこの武器。思ったよりも隙がでかい。ただ反動で後ろに下がるから、その分はあとどのくらい？ 50%。 ああいい、いいヘリ。終わった？まだだよね。でもだいぶ弱ってる感はあるね。そしてだいぶ重いっていうね。
画面に収まっている状態で倒せた。よきよき。さてと、これで 40%、 一発につき 10% ってそんな感じ。あれ2発撃ったんだっけ。じゃあ一発 5% ぐらい、あとは8発撃てるかな。ただいま、シェリー。シェリー、シェリー、シェリー。都合よくここ敵がいないっていうね。後からわんさか湧いてくるのに。あとあのゾンビ怪たちは一体どこから湧いてくるのだか。クレア、気がついたのね。これはあげるわ。守りよ。Thank you, Claire. ありがとう。Even though 私ずっと一人ぼっちで、パパもママも遊んでくれなかった。いつもお仕事だって。私はいつも一人。But、でも今はクレアがいる。私も寂しくない。シェリー。待ててね、もうすぐ戻るから。薬を探してくるわ。さて、探索を始めましょうか。はい、カインダー。もう今、まさに立ち去ろうとしていたくせに探索を始める。部屋の探索を始めるっていうね。こんなものかな。はいはいはい。じゃあとりあえずグレネードランチャーお役ごめん。次のボス戦まではね。でスパークショット、ああそれとシェリーを抱いていたので装備品が外れてるんですね。あと、あそうそう、インクリボンね。でこれを取ったら行きましょうか。ほい、はい、行きまーす。今はまだ敵がいないけど、確かまたこのマップに入ってきた際にいるんだっけ。ちょっと行ってみよう。確かこれでゾンビ湧いてたはず。ゾンビ界か。おら、いた。この一瞬で一体どこから湧いたのっていう感じで、ね、ゾンビ界がわんさか湧いてるわけですよ。で、まず左だったかな、左へのルート。さすがに3回目ともなるとね、ここら辺の動きはね覚えてきますよね。警察署にいるうちはね、若干レオンとクレアで若干のその流れの違いっていうのはありましたが、ここまで来ちゃうと大体一緒ですからね。あ、これあるんだっけ、忘れてたね。ほんと回復アイテム充実してますよね。でヒューズ取って、ヒューズケースか、ヒューズケースを取って、はい、ここにね、なんかねよくわからないものをこうセットしてね。まあよくわからないものっていうかヒューズなんですけどね。はい、メインヒューズ。さてクレア編も終わりが近づいてきていますね。クレア編が終わったら今度またレオン裏編に突入して、
そこからね、もう少しシナリオがあるんですよね。どっちだっけ、こっちか。ここはまだ敵いなし。で、ここにメインヒューズをはめ込みの、大丈夫かな、アイテム欄。あ、ていうかよく見たら全開アイテム3つも持ってることになるのか、これ。うわ、無駄だ、無駄だ。あれ？こっちか。すっごい無駄だ、これ。通りでアイテム欄圧迫してるわけだよ。ちょっと、あ、待って、ここって確かライター必要じゃない？そっか、ライターの使い道まだあったんだ。ということで、ライターを取りに行きつつ、ちょっとアイテム整理もしちゃいましょう。ついでにスパークショットも使い切れればいいな。ペン。死んだ？ゾンビに対して電気はあんまり効かないのかな？どうなんだろう。ひるみはしないですけど、でも2発で倒せはするのかな。あれ？ちょっと待って。え？ちょ、待って、か、なんでこいつだけ倒れないの？ちょっと待って、あと4。これでとどめかな？ちょっと待って。いや、今倒れたやつに攻撃したいんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、嘘、ちょ。え、4% 残ってるじゃん。なんで撃てないの？ちょっと待って、待って。あ、また、待って。いや、もう抜けちゃえ。まあ。ダメ。強行突破する。嘘！え？今、黄色コーションだったよね。嘘。え？黄色コーションから死ぬの？え、ゾンビ界の攻撃ってそんなに強いの？嘘。下水道からじゃん。下水道からじゃん。嘘。うわー。ま？で、30分近くこれ、うわー、あー、はい、やり直しまーす。あー、うせやん。やり直しまーす。どうしよう、どこら辺でカットしよう。ちょっとこの走ってる状態でカットしますか。ちょっと引っかからないで。Rest here for a bit. I'll be right back as soon as I found the antidote for you. というわけで戻ってまいりました。いやー、戻ってきた。で、今回はですね、このスパークショットをね、よいしょ、この使い勝手の悪いスパークショットをこっちにしまってしまおうという方向でいきます。2ブロックも使いますしね。で、代わりにハンドガンではなくボウガンの方をメインとして、グリーンハンドで、グレネードランチャーも使っていこうかなと思います。
硫酸と火炎だけでいっかな、とりあえずは。グレネードはまあ、多分一番強いやつだと思うので、切り札的な感じでいこうかなと。はあ。いや、ほんとさっきはやってしまいましたよ。全開アイテムが3つもあるという状態で死にましたからね。まさに宝の持ち腐れ。ほんともったいないことになってしまいました。でまさか黄色ポーションから殺してくるとは思わなかったですからね。ゾンビ界ってそんなに強かったんだ。いや今までそんなに噛まれる機会なかったからね、わからなかったけど、ゾンビ界強いですね。攻撃力が高い。そう考えるとリッカー界とかやばそうですよね。あ、そうだ、ここに全開アイテムあったんだっけ。毎回忘れる。そっか、これを取ることを考えて行動しておけば、あの全開アイテムサングリーンハーブも不要ってことですよね。まだまだだな、ルート取りが。うまっ。時間もさっきの時点で結構経ってたのでね、ちょろちょろっとこう探索、まあ進め、あ、またライター忘れてる。結局戻らなくちゃいけないじゃん。そっかそっか。はい、またライターを取りに戻ります。結局あのゾンビ界の群れに戻るっていう。いや無駄が多いな。なんだっけこれ。はあ、なんてこった。もう今回はあのゾンビ界の群れを殲滅したところで終わりにしよっかな。ね。さて、お、強い。やっぱりクロスボウ強いですね。ボウガンか。とりあえず、ちょっと配置をリセットします。あのルート上にいる1体さえ倒せば、よいしょ、あとは普通に走り抜けていけるようになると思うので、とりあえずあの1体だけ倒しちゃいましょう。あ、いや、この時点でもう十分走り抜けていけるんだ。ああ、じゃああの1体だけ倒しておけば大丈夫ですね。こっちから来た際に配置が変わるなんてことないですよね。大丈夫だよね。あ、いけるってことはもういいや、これでいいや、この状態でセーブしてやめましょう。うんうんうん。もう本当に探索ないよね。何もないよね。シェリーは調べることもできない。ボウガン、とりあえず全開アイテムは1個で十分。グリーンハーブはまあいっか。それにしても充実してますよね。全開が1、2、3、4、5、6、手持ちも合わせて7個。でライターね、ここに移動しておいたんですよね。どうしよう、武器ボックスの鍵も出しちゃう。いや必要ないか。向こうにもアイテムボックスあったのでいいや。これ、うわあ、結局戻ってきて終わる感じになっちゃったな。ういさあ、こんな感じでね。ちょっと、では今回はここまでで終了ということになります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
試してみるか。こっちは見た目的に微妙だな。はい、シェリーは火星で終わりましょうか。では、ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。